続いてお天気です。昨日に引き続き今日も朝晩にかけて薄霧が発生する模様です。お出かけの際は十分ご注意ください。いやー、なかなか長引いていますね。専門家によると都内で何日も霧が続くのは珍しいそうですが、これを機に街の違った姿を楽しんでみるのも良さそうですね。なお水曜日からは爽やかな快晴となるそうです。本格的な梅雨入りの前に溜まっていた洗濯物を乾かしてしまいたいところですね。続いて芸能ニュースです。若者に人気のアイドルグループスピカのミニライブが、これで一通り終わりですね。タワー催事イベントの検討に多摩エリアの動力墓場率の報告、はあ、たまにはのんびり休みを取りたいところですけど。もしもし、美月です。私だ。元気にしているかね。おかげさまで。そちらはお変わりないですか？愛も変わらずだ。裁縫越しとはいえ言葉を交わすのも久しぶりだな。そうですね。先日の件本当に助かりました。おかげで彼らの処遇もそこまで重くならずに済みそうです。その程度は造作もない。罪を犯したとはいえ日本国の未来を担う若者たち、それに大切な孫娘の頼みでもある。ありがとうございます。それで今日はどうなさったんですか？ゾディアック方面で動きでも。ああ、少々お前の耳に入れておきたい話があってな。友明君がそちらに出向することになった。例によっておじさまたちの差し金ですか？わかりました。心得ておきます。よろしく頼む。くれぐれも息災でな、美月。はい、そちらも、おじいさま。面倒ですが仕方ありませんね。こちらの方も気運に終わってくれればいいのですけど。さすがに暇ね。ただでさえ客が少ないからこの天気では仕方ないけど。あら、こんにちは。こんな霧の中よく来たわね。どうも。頼んでいたものは？ええ、用意できてるわよ。ありがとうございます。そうそう、聞いてるわよ。最近少年たちと一緒に行動してるそうじゃない。泣く子も黙るエースがどういう心境の変化かしらね。まだまだ新米です。決してエースなどでは。それに彼らは協力者です。いつでも外れてもらえる。ま、いいけど。これは、この情報確かですか？書いてある通り、それ以上でも以下でもないわ。まだあれの仕業だと決まったわけじゃない。ただもしそうだとしたら。別に今までと変わりません。
ネメシスの執行者として己の使命を果たすだけです。すっかり晴れちゃったね。うん、昨日までの霧が嘘だったみたいだよ。ま、週の初めはずっとジトジトしてたからな。でも何だったんだろうな、こんなに霧が続くなんて。森宮で霧か。確かにあんまり記憶にねえな。うん、霧が出てたのも多摩一帯だけだったみたいだし、ニュースでも結構不思議がられてたみたいだね。そうそう、昨日ニア城である話を見かけたんだが、ここ数日の霧って数年前に外国で起きた事件に似てるらしいぜ。外国の事件？どんな事件なの？なんでも外国の片田舎で起きた失踪事件らしくてな。何日も続く霧の中、住民が一人また一人と消えちまったんだと。地元の警察は誘拐を疑ったが、結局犯人は出てこないまま、その後も人は消え続けて、そしてとうとうその町には人っ子一人いなくなっちまったらしいぜ。怪談かよ、アホらしい。どこかで聞いたような話だけど。実は夏に向けていろいろネタを仕入れてるんだよな。ま、ネット上の書き込みだし根も葉もないヨタ話なんだが。あ、思い出した、それ確か実話なんだよね。英国のダラム近郊で起きたっていう未解決事件でね、住民500人の村がいつの間にか完全に無人になったっていう。わあ、辛気臭い話はやめやめ。ほら見ろよ、あの青い空、
久々のお日様を堪能しようぜ。てめえが一番怖がってりゃ世話ねえな。平和だね。はい、ホームルームはこれで終わり。みんな、久々のお天気だからってあまり羽目を外さないようにね。それじゃ、ヒイラキさん、お願い。起立。で、だから外で遊ぼうとか愚にもつかない考えだと思わない？まあ世の中そういう人が多いから僕も株とかで儲けられるんだけどさ、コウ先輩もせいぜい周りに流されないようにね。
事。晴れてよかったですね。ちょっと肩透かしな気分ではありますけど、よかったら今後のためにも改めて情報交換しておきませんか？必要性を感じません。お互いの立場もあるでしょうし、無用に慣れ合うべきではないかと。そうですか。柊木、北斗先輩。それでは私はこれで失礼しますね。さようなら、北斗会長。それに時坂君も。お、うん、じゃあな。何を話してたんすか？大したことでは。生徒会とクラス委員会で若干の連絡不足がありまして。はあ。さすがに気になるみたいですね、私と柊木さんの関係が。それは実はちょっと複雑な関係で、お互いもっと協力し合えればと思うのですが。協力？すみません、失礼しますね。京香さん、お疲れ様です。ええ、そうですか。意外と早く到着しましたね。ええ、私も一応向かいます。それではまた後で。失礼しました。すみません、話の続きはまた今度ということで。いや、俺の方は全然。お気をつけてっす。時坂君も。それではまた。
そういや自炊のことだが、忘れないうちに挑戦してみろよ。最初は不出来だろうが、気にせずにまずは数をこなしてみろ。面倒くさがってるとできるもんもできるようにならねえからな。Thank you.
結局衣装は買えなかったけど、なんだかんだで楽しかったかな。お返しに今度は私が君の私服を選んであげてもいいかもね。
あ、もしもし、コウ先輩。ああ、ちょっと聞きたいことがあってさ。先輩ってメガステ4持ってる？オーケー。じゃあソフト持っていくね。いやー、たまにはオフラインで遊びたくなっちゃってさ。もうそこまで来てるから、そんじゃまた後で。おう、邪魔するぜ。僕も玄関先で会ったばかりなんだって。さっきお前のじいさんにこの間の礼をしてきたところでな、そのまま家の場所を聞いてこっちにも訪ねてみたわけだ。商店街の店で買ったんだが、よけりゃ受け取ってくれ。いいのか？遊ぶのを邪魔するつもりはなかったが。あー、いいんじゃない？別に邪魔ってことはないでしょ。先輩、僕コーヒーね。
久我山、お前、名前は呼ばないで。プップン。でもうおーって、君そんな声も出るのね。いつも済ましてる時坂くんの意外な一面発見ってやつ。済ましてねえし、ガキみてえな真似してんじゃねえっての。ねえねえ、それよりなんで君がここにいるわけ。あ、もしかしてさっき買いそびれた衣装を買って届けに来てくれたとか。はあ、さすがにそこまでお人よしじゃないっての。へえ、そうなんだ。ちょうど私もステージ入りするとこだったの。それにしてもラッキーね。ライブの裏側なんてなかなか体験できるもんじゃないわよ。え？劇場フロアの裏方ってそういうことなのか。君ね、森宮っ子の風上にも置けないんじゃない。ま、ライブ成功のためにも精一杯よろしくね。そうだ、帽子を取って腕でも組んでいこっか。ファンに見られたら大変だけど。シャレになってねえぞ。恨まれちまいそうだぜ。